どうも西田渡です。本日さんですけれども、レンズ開けようかなと思っております。まあタイトルにはもう出てると思うんですけれども、マップカメラさんから何か届きましたので、とはいえ僕まだ中身見てないんですよ。これ今一番リアルな状況でございます。中古でも出玉で結構いいのがありそうだったので、ちょっと買ってみましたっていう次第なんですけれども、まあいつも通りのマップさんありがとうございます。これドイツ本国で絞り指標位置ずれ調整、各部点検とかっていう感じですね。はい、まあ何を買ったかと言いますと、じゃんとこちらライカの、ズマロンですね。ズマロン M28mmF5.6 ですよね。まあ暗いレンズですよ。まあなぜ僕がこのズマロン 28mm を買ったかと言いますと、まずはこれですよね。僕が超愛用しているこちらのエルマリート 28mm ですよね。こちらのレンズを愛用しております。それこそこちら11月に開催しました写真展サインス、このメインビジュアルは、ライカの M10 モノクロームとこちらのエルマリートで撮影した作品になっているっていう次第で、その撮り方がですね、僕これF16 に設定してゾーンフォーカスといいますか、まあこの無限のところを F16 に合わせて、あとはシャッターを押すだけ、もう本当に、映るんですみたいな映し方をバン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 ってしていった結果、これが撮れたってことになるんですけれども、F16 まで絞り込むのであればズマロンでも良くないかって思い始めたわけですよね。要はもう置きピンでパンフォーカスするんであれば明るさ関係ないじゃないですか。ってことは 5.6 でも別にいいわけですよね。さらに言うとこれ復刻なわけですよね。僕ちょっとごめんなさい、詳しくないのでね、いまいち分かってないんですけど、赤ズマロンとかなんかいろいろあるらしいんですけれども、要は昔のオールドレンズであったこのズマロンを、まあ、現代風に復刻させているっていうレンズがこのズマロンなわけですよ。で最近だとノクチルクスの F0.95 とか F1.1 でしたっけ、ごめんなさい F1.2 かなとか F1.1 か F1.2、 ごめんなさい、ここもうごめんなさいね、うろ覚えで。であとは最近、一番最近の最近ではズミルクスの 35mm、 1960年に出てたレンズのズミルクス 35mm の、復刻とかも出てて、それはまだ全然在庫が出てないのでね、まだちょっと僕も予約してなかったりしてたんですよね。で当面ちょっとこうなんだろう、映らないレンズ、例えば僕は最近ですと先日もレビューしましたこちらのね、ズミルクス 35mm のアスフェリカル FLE フローティングエレメント の2型、これとかもう本当に現代ライカの M 型っていうことで、形だけ見るとね、もう全然ライカって新しいのか古いのかの見分けが非常につきにくいんですけれども、新しい最新のレンズになると中身が本当に超ブラッシュアップされてて本当に映りがいいんですよね。で逆にちょっと映らないレンズといいますか、周辺光量も落ちたりとか、ちょっとこうノスタルジックな描写をするレンズも、欲しいなと思って、まあフォクトレンダーをいろいろ探してみてたりとか、そういった中でやっぱりライカの M 型のボディにはやっぱライカの純正の M 型っていうところが一番いいのかなっていうのが現状の結論ね。まだまだ沼はありまして、コンタックスの、まあ、ディスタゴンとかかな、 ZM マウントとかのコンタックスがあったりはするんですが、いかんせんコンタックスはね若干古い、あの作りがね2005年に出たものとか2015年に出たものとかだったりするので、やっぱりこの最新の6000万画素で最新の M 型とマッチングさせた時の、まあ、描写っていうところで果たしてどうなのかなとかでもういろいろぐるぐる考えている中で、まずはねやっぱりこの一番スタンダードである純正のライカの純正の復刻っていうところをいろいろたしなんでいこうかなっていう次第です。なのでこれのズマロンにスタートし、また近々ねとりあえず予約は入れておこうかなと思ってるんですよね。その 35mm のズミルクス1960年に復刻したって言われるねのやつを復刻したっていうレンズっていうところで、まあこんな感じで入っております。やっぱこの時代のね、このぐらいの頃のライカといいますか、あのレンズはねちょっと豪華なんですよね。最近のライカはちょっと SDGs 感出してきて、ソニーとかもそうなんですけれども、まあペラとか入ってます、かなり簡易梱包になってきておりまして、新しいねズミルクスのその復刻はどうなるのかなっていう、これですよ皆さん、こういった感じの、縦長のこういったケースに入っておりまして、こうくるくるくるとでパカッ、こんな感じでございます。素敵ですね。フードは何かこれ用に作られたのかな、あこの復刻用に新しく作られたフードなのかな、すごいシャープなこういう作りのものですね。こういった感じで、これ真鍮かな、多分アルミではなし、
でこれもおそらく真鍮、やっぱずっしりきますね。 130g だったかな。いやずっしりきますよ。作りはやっぱ相当良さそうですね。ここで押してロックを外してっていう感じですかね。無限でロックかかるのかな、どうなんだろう。ちょっと後でこれは見てみないとなんですけども、フォクトリンダーのヘリア 40mm がね、無限でロックかかるよう仕様になってて、若干それが僕の中では使いにくいなと思ってはいたんですが、どうなることやらっていうところで、これが 34mm 系っていうところで、結構シルバーで 34mm のプロテクターってそうそうないのでね。ただレンズはめっちゃ小さいのでね、プロテクターつける意味あるかなどうかなっていうところもあったりします。ここの可動域とかね、ここの可動域の感じも、ここの可動域の感じとかも、うん、いいですね。非常に。ちょっと重さ測ってみようかなと思います。はい、重さがですね、まずはキャップ外して、この小ささですよ。この小ささ、小さ、多分日本以外ではね、これの黒バージョン、ブラッククロームかな、まあちょっとブラックペイントがちょっとわかんないですが、黒バージョンも出てるんですよね。黒があれば黒欲しいんですけれども、 163g ですね。まあ本当にこんだけ小さいのにずっしりとしてますよ。やっぱ真鍮っていいですね。なので早速つけてみようかなと思います。初めてシルバーのレンズを買うのは、なんで黒シルバーになりますね今回ね。はい、こんな感じでございます。でもかっこいいですね、黒にシルバーっていうのも全然見た目悪くないかなと思います。薄いですね、非常に。めっちゃ極薄でございます。極薄のレンズ、光り輝く感じ。なのでもうここ、僕の場合はこれ置きピンパンフォーカスする予定なんで、これをこんな感じでもう F16 ぐらいまで用意して、あとは、置きピンなので、これのまあメーターの数値とかのチェックは若干大変だなっていう感じはありますが、慣れればいいのかな。これで置きピンで、あとはもうこれで押すだけ、カシャカシャカシャっていう。なのでまあもちろん覗いてね、ピント合わせるっていうのもいいんでしょうが、相当下がらないといけないのか。なるほど、 28mm で最短がこれ 1m なので、今これ撮ろうとしたらこのぐらいまで下がって、やっとこのモニター越しに撮ろうとしているとこのぐらいですね。なるほど、ISO 8000 ぐらいか。まあ室内でも最悪の最悪、モノクロとかに転ばせたらいけなくはないかなと。なので意外と M10 モノクロームにつけちゃって、で M10 モノクロームめちゃくちゃ高感度耐性強いので、 F5.6 でまあ大体で撮っていくっていうね、そういうのもありですよね。まあ夜暗くなってくると M10 モノクロームにくっつけてバンバン撮っていくと。あとはその描写っていうところも含めて、今からね、試写、いつも通り試写してきて、その後ご覧いただこうかなと思っておりますので、こういった形でズマロン 28mm 撮ってこようかなと思っております。それでは行ってまいります。戻ってまいりました、ズマロンですね。こちら、はい、こちらのズマロンですね。面白いレンズでした。やっぱり何よりも小型で軽いっていうところと、やっぱりね、置きピンパンフォーカスでもうゾーンフォーカスみたいな形で撮っていくのは、このレンズ一番面白いかなと。やっぱり 28mm あると、まあ F8 でもね、大体パンフォーカス作れるかなっていうところで、早速ご覧いただいてますが、こちらももう置きピンです。 F16 かな。でもうあとお任せでパーンといっただけっていう感じです。もともと横位置で撮っていたんですけれども、それを縦位置に切り替えました。こんな感じですね。悪くないですよね、面で。だいたい全部面が合ってるっていう。 28mm とか広角になればなるほど、F8-11 ぐらいまで絞り込めばほぼ前から奥までピント合いますし、このズマロン自体がそもそもが、1m が最短撮影距離ですから、もう 1m から無限までってなりますと、 F16 まで絞り込みますと、もう全部絶対にピント合うんですよね。 F11 でだいたい 1.1m ぐらいなので、もう F11 でほぼほぼ全面、このレンズが持ってるポテンシャルのピントは全部合うっていうような理屈になってますから、もうほぼパンフォーカスで撮っていって面で構成していくような形かなというふうには思いました。こちらも同じくですよね。 F16 でコントラストなんですけれども、これ相当ね、コントラストは切ってはいますが、ちゃんとシャドウ分残るんですね。でもちろんシャドウ分持ち上げていったら、この辺とかもこの人のね、スーツの柄とか色とかも出てきます。それぐらいやっぱりさすが純正ですよね。復刻とはいえちゃんとその快調性能っていうところは残してるなと。で結構ね、やっぱりコントラストは高くなりがちですね。ガツンとコントラストつけやすいので、ハードな描写とかも意外と似合うなーって感じした。この辺もうまく美しくこの血のね、
この最新のズミルクスみたいにはさすがに線の細さはないんですけれども、太いんだけれどもグラデーションはきっちり、やっぱりシャドウ部はきっちりと出てくるというところで、この辺のグリーンの部分も後でねきっちりと残って出そうと思えば出せるっていう、その辺も良かったですね。いかようにでもできるっていうところですよね。これも結構コンタスト切ってます。ここ、乱反射で虹になってたんですよね。虹色になって面白いと思って、これをなんとか、もうちょっと薄かったんですけども実際はね、なんとか出せないかっていうところで出そうと。そしてこってりと色を乗せても破綻しない感じもさすがライカレンズだなっていう感じでございました。こちらも同じくです。ここの強化プラスチックみたいな感じかな、うん、そこに乱反射してここにね、それこそ虹色ができてたっていうところ、そこをちょっとねやってみました。ちょっとなんでこうコンタクト強くなってますよね。明瞭度はねなるべく下げてはいってます。こちらも同じくどうですか、これもちろん水平垂直を後で補正はかけてるんですけれども、まずこれ縦線ですね。縦線とここの横線を揃えた感じなんですが、ここの横とここのここらの縦って感じですね。できっちりと、まあ、Y 極の収差はさすがですよね。こんなちっちゃいレンズにもかかわらず Y 極だけはきっちりと撮ってきているっていう感じで、写りもコントラストもいいですよね。ここら辺のシャドウ部の感じも残ってますよね。さすが、これは復刻とはいえズマロンもなかなかの名曲だなと思っている次第でございます。これもかっこいいですよね。まあ、これ結構ねなんかソニーとかの描写でちょっとインスタ映えするような写真の追い込み方に似てるなとかって思って、なるべくこうシャドウ部とかの階調整を残したいなと思ったんですが、この辺が限界でしたね。線の細さ、これをやっぱりズミルクスとかでやっていくとやっぱりもうちょっと違う描写ができるんですが、なので比較的ソニーとかでのインスタ映えっぽいデータの追い込み方っていうところでは、このズマロンは親和性高いかなと。インスタでいいねがつきやすいような写真が撮りやすい、そんな感じですかね。これ妻とのね、映画行った時なんですけど、ちょっとこの反射で撮ってました。 F5.6 でほぼ真っ暗だったんですけども、これカラーノイズがちょっと乗ってますけども、まあいいじゃないかってことでエイヤーといったカット、 ISO 3万2000ぐらいだったかな。 F5.6 ですからね。で60分の1、80分の1ぐらいでシャッターを切っているっていう次第でございます。もう一落とししてもなんとかいけたかもしれませんが、まあカラーノイズ乗ってもいいじゃないっていうのが僕の、感覚でございます。でも結構こう再現できてますよね。この辺の床の部分のねこのグラデーションも出てますし、ハイライトもね飛ばずに抑えられてるし、僕は結構ありかなと。もういっちゃえいっちゃえって感じでしたね。普通 5.6 とかとね気負ってしまうんですけれども、これも同じくです。めちゃくちゃ暗い場所でのクラゲの撮影なんですけれども、もうえいやっていっちゃえっていう、これも1メーターが最短撮影距離なんですけれども、もういっそのことね20センチとか10センチとかによって撮っちゃってます。で合うところは奥にピント合ってるかなぐらいな感じにして、ある程度もう面で構成してる感じですね。なので皆様にも体感していただきたいのが、ピントが合ってないから悪い写真なのかどうかっていう形です。例えばこういったクラゲの大胆なと言いますか、ドラスティックな画角構成によって面で構成してしまうと意外とピントが合っていない方が意外と色彩で見せたりとか、まあ僕はそういった色のね勝負、色で勝負するとこ得意ですからね。まさに赤とグリーンとか真逆の色ですよね。この辺で大胆な構図とかでやっていったりしたら結構かっこいいですよね。ここなのでここの乱反射している部分を自分でこう上下を探りながら撮っていっているような感じでございます。かっこいいですよね。普通にここも多分ねこれ色収差だと思うんですけど、この辺はそれも逆に逆手にとって利用しちゃうのもありかなと思って、バンバン色収差出てますが、まあ全然 OK でしょ。それすらも逆手にとってやってみたっていうシリーズですかね。どうですかね。これもねアートディレクターがインスタで見て非常に気に入って、ギリギリゲイズボリューム6に入れられないかなっていうふうに打診いただいて、おそらくはこれゲイズボリューム6の中面の方に載ってくると思いますので、印刷も合わせてね皆様期待していただけたら面白いかなと思います。もうこれも20センチとか、30センチがめっちゃ近寄って、最短撮影距離1メーターのレンズにもかかわらず20センチとかで寄って一気に撮っちゃう。で F5.6 ですね。はい、普通に僕の中ではかっこいい写真かなと思ってます。いかがですかね。こんな感じでね、まあ、色がどんどん変わっていきますから、それを楽しんだっていう次第ですね。こういったカットでございます。これ妻とのツーショット F5.6 ですが、まあなんだかんだ写ってますよね。ここのちょっと、ちゃんと写っていない感じがイケてるなと思って、こういう感じでツーショット撮ってみました。
これが F5.6。 妻の方の、YouTube チャンネルの方でもね、こっちのこの撮影の模様をやっているようなので、ぜひ興味がある方はご覧いただけたらと。ちょうど僕が妻に撮ってもらってるカットとかも映ってる、確か妻のインスタで映ってたような気がしますね。はい、こういった感じで最近では妻が撮る僕、僕が撮る妻みたいな双方向的に YouTube もやってますので、なんでこういった撮影のまあなんていうのかな、バックステージのような形で妻のチャンネルをご覧いただくと、意外とレイヤーが見えて面白くなるのではないかなと思ってる次第でございます。はい、こういった形ですね。はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのレンズ、ズマロンですよね。これはちょうどね、今 M10 モノクロームにつけているせいもありまして、真っ黒、そしてここが白のようなシルバーということで、これはこれでかっこいいですよね。かっこいいなと思いながら、全部真っ黒なボディの中に一点シルバーがポンと入っているようなね感じの、この佇まいもなかなか素敵だなと思っている次第でございます。純粋に物としての作りもやっぱ所有欲かなり満たされますね。これね、この真鍮の 130g 160g ですが、めちゃくちゃ小さいんですけども、めちゃくちゃずっしりきてね。でコンマ刻みじゃなく一段刻みなんですね。 5.6811.16 で終了ですから、すごいシンプルで、なんでもうあんまりフォーカスを細かく合わせて撮るとかではなく、本当にゾーンフォーカスでね、そのままもう置きピンでもうポンと撮っていくという、これがまたね面白いんですよね、コンデジの感覚なんで。意外とライブビューを使いながらコンデジのようにね、スマホのように撮ったりしています。今回の作品もほとんどが後ろの背面液晶をライブビュー見ながら撮っているという次第で、なんでまたちょっと新たなね、ライカ、M 型ライカをコンデジのように使えるこのズマロンっていうのもぜひね、皆様、比較的安いですから、このズマロンね、復刻の割には。なので、ぜひともおすすめなので、興味がある方は、富士フィルムの XE4 とかにつけても多分ね、かっこいいと思うんですよね。なので、そういった形で、日中の明るい時でもいいですし、僕の今回みたいにめっちゃ暗いとこでも、あえて、このズマロンの F5.6 で、ISO ガンガンに上げて撮っちゃうっていう。特にこのモノクロームとかで撮ったりするとね、その出てきたノイズが逆にかっこよかったりするので、そちらも合わせてね、おすすめだったりしております。参考になれば幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。